1枚目のカードは琉球上城となりそうですが、さあボールを保持しているのは角田のスルーだ、シュートを打っていった、決まった、長崎3点目は澤田。澤田は今シーズン初得点。この縦パスに対して小屋選手がタイミングよく引き出して、出したのは角田ですね。そうですね、フリーな角田選手、前向き不利な状況に対してもこのサウス選手が左サイドそれを感じて走り込んでましたからね。タイミングのいい連携と精度の伴った素晴らしいゴールだったと思いますね。澤田自身としては去年の10月